いついた。なになに、履いてきなさいってことは、ランニングシューズ来ました。ダッシュできるねこれで。 B ボタン、走りまくろうですって奥さん。いつもポケモンと一緒だし友達もいる、ありがとう。いやめっちゃめっちゃこれで超快適になったんだけど。やったー。トレーナーかな。あ、トレーナーじゃなかった、ごめんなさい、勘違い野郎でした。傷薬よかったー。あのモンスターボール買いすぎて傷薬買ってないんだよね。まあなんとかなるでしょうって思って、とりあえず回復はしてきてるんですが、あとは新しいポケモンがいたら捕まえたいところでもありますね。え、レベル高くない？ちょっと待って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 、なんか予想以上に高いんだけどレベルが。大丈夫？あ、よかった、倒せた。まあ、とりあえずでも倒しながらやってレベルも上げつつって感じでいけばなんとかなるんじゃないかな。まだ巻き返せるよね。で、おそらくトレーナーですよね。ですね。愉快ですね。おお、ケンタくん。ミネズミ、おお、いいね、いいね。じゃあ、ヨーデリーで、どうだろう、77とはいえ、多分噛みつく覚えてるよね。あ、やばい。やばい、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 やばい。まあ案外いけるっちゃいけるけど、もうちょいレベルが欲しいね。でも多分ね、あ、噛みつく覚えた、やった。多分こういう戦い方だとミネズミが育たなくなっちゃうので、ミネズミのけにも経験値を与えていきたいところではあるんですけど、うーん、ポケモンセンターに戻りながら戦っていった方がいいのかもな、もしかしたら。ミネズミにしとこう一応。この子もじゃない？違う？道歩けばいいよ、知ってる。今ね、たった今これをやってるところなんだけど、この人は？うん。なるほど、近道できるよ、みたいなことね。オッケーオッケー。じゃあまたここまで戻ってくるの頑張ってな。俺は先急ぐ。サンヨシティに行く。ミニスカートのマリさん、チョロ猫 N が出してきたポケモンと一緒だね。ただミネズミはレベル4なのでさすがに勝てんので、ヨーデリーでもよかったかもしれないけど、まあ一応ミジマルにしようか。まあ、最初のポケモンだから特性も激流でしょう、おそらく。ピンチになったらピンチになったで水鉄砲を連発すればいいので。猫の手か。猫の手使えるの、まあそうだよな、猫だもんな。よーし、お疲れ様でーす。傷薬はまだ使い時ではないと思う。なんとかもうちょい進みたいな。あとは新しいポケモンを1匹は捕まえたいけど、いないかもしれないよね、もしかしたら。まあ、いなかったら仕方ないか。あやばい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 、どうしようどうしようどうしよう、焦る焦る焦る。あ、チョロ猫だ、メスだ、捕まえよう。出てくるんだね、ここに。というわけでミネズミもレベル7までなんだかんだ上がりました。一応回復してきたので一回ポケモンセンターには戻ってます。まあ、これ捕まえようよ、チョロ猫。いいんじゃないいいんじゃない、まあ、イエローゾーンだけど多分大丈夫。うん、モンスターボール投げよう。
オッケーイ、ソロ猫ゲット。悪タイプなんだ、ノーマルだと思った。そうか、悪か、結構貴重かもね、序盤での悪は。ああ、間違えた間違えた、スティックの方で操作しちゃうからなんかずれちゃうな。十字キーで操作する癖をつけなければ。軽技か、そうかそうか、どうやって育てていこうかね。まあ、とりあえず一番低いんでチョロ猫が先頭にはしておきますか。ヨータリーヨータリー、僕のヨータリー GO ってことは、なんかヨータリーオンリーパーティーみたいな感じかな。相手は一匹かい。いやでも相当な相棒なんでしょうね。ヨータリー破壊光線とか言ってくるんだろうな。多分勝てんので、ミジマルにしよう。多分ね、他のポケモンでも大丈夫っちゃ大丈夫だと思うけど、ミジマルが交代で戦う分には一番安全だと思うので、オッケーオッケー。なんかよくわからない操作ミスしちゃったな今。11になるかな、レベル。あ、なったなった、よかった、ありがとうございます。お、いいね、水遊び、ありがとう高博。2番道路、あ、これはあれじゃない、居合切りじゃない。そういえばさっき怪力だよね、多分あの大岩は。後々結構やれることもそうだね。あ、唐草タウンの上んとこから見れた場所だよね、ここ。モンスターボール。傷薬、やった。今んとこ拾った傷薬しか持ってない。やばい。もらったのと拾ったのでやりくりしてる。おい、ライラ、あ、ってことは着いたってこと？この先がもうサンヨーシティかな。早くね？マジでチョロ猫が先頭なんだけど。まあ、いっか。さあ、経験値になってもらおうか。完全に悪役なんだけど。ヨータリーかー。レベル6かー。チョロ猫でいける？いや、やめとこう。危険なことはやめとこう。安全に行こう、安全に。嗅ぎ分けるか、なかなか良い技を使ってくるな。オッケー、猫の手か、レベル6で覚えるんだね、すげえ。ポカブ、ポカブはミジマルでいつでも倒せる体勢にはできるので、もう一回チョロ猫を出そう。チョロ猫をね、なんか2番手ぐらいに置いときたい今のところ。残り2体ノーマルタイプですからね。よし、これでいいでしょう。こうか、まずか、あー、まずか、耐えるか。まあ、体当たりで OK でしょう。マジで？マジでそういうことする？思わぬ事態だな、これは。まあいいや、倒せる倒せる。OK。うわあ、かわいい。やっぱり強いんだね。私も負けないようにポケモン育てるね。
頑張ってな。多分サイオンシティっぽいよね、この上。もうついちゃう？ついちゃった。ついちゃった。場合によってはちょっと鍛えるか、ポケモンを。モンスターボール足りてるかい？ありがとうございます。スーパーボールもらっちゃった。できるだけいいボール使った方が、ポケモン捕まえやすいね。ですね。じゃあ、とりあえず、お話を聞きながら、いろいろと見ていきますか。あれ？ここにいるってことじゃ。とりあえず何かことを済ませないと、会えないのかな？荒木博士が言ってたよね、マコモさんって。トレーナーズスクールか。あ、スクールもあるんだ。ちょっと行ってみようよ。バトルとかできそうじゃない？で、多分だけど、これがジムだよね。ジムリーダーですか？今いないんですよ。トレーナーズスクールですかね。わかりました。ルビーサファイアの、ツツジさんみたいな感じかな。これは？夢の跡地。新米トレーナーの遊び場所。あ、ここもなんか鍛えられそうなポイントのような気がする。ちょっと後から行ってみますか。ダークボール。ありがとうございます。なんかもらっちゃった。スーパーボールにダークボールもらっちゃった。夜捕まえやすくなるボールなんだね。すげえな。やべえ、なんか、見たことある気がする。あったっけ？前作でも。なんかあったような気がしてきた。この子は話しかけたか？どういうこと？どういうこと？何度挑戦しても俺の苦手なタイプのポケモンを繰り出すんだよな。で、どういうことなんだろう。あなた様が偏ったポケモン使ってるとかじゃなくて？あ、なんかあるよ。なんかある、なんかある。取れる？こっちから。向こうからか。スピーダーいいですね。ドーピングアイテム。まあ、極力っていうか、そこまで多分ストーリーにおける分には使わないと思うんだけど、後に取っておいた方がいいアイテムだよね。もしもの時に使うと役に立つんで。カミツレさん。カミツレさん。じゃあそろそろスクールの方にやってきたんですが、バトルとかできたりするのかな。進化キャンセル、あれですね、 B ボタンのやつね。クイズしてみません？あ、いいですよ。毒を治すポケモンの道具は。これ名前がもうそうだよね。麻痺を治すポケモンの動画、麻痺直しですが、早押しあるあるだね。眠ったポケモンを起こす道具、眠気覚まし。あ、やった、何でも直しだ。やった、やった。技マシン何度でも使えるんだ。すげえ、進化してる。あれ？チェレンじゃん。うんうん。なるほどね。僕と勝負してくれないか？いいよ、わかったわかった。すげえな、早くも、ベルともチェレンとも、2回目のバトルがあるんだけど。多分ヨテリーだよね。
あ、スターザが先頭か。飛行タイプが欲しいところでもあるんだけど、多分もうちょい先っぽいよね。ヨテリンしよう。多分ね、草技覚えてる気がするんですよ。水丸がレベル7で水鉄砲覚えたんで、多分レベル7でなんか覚えてると思う。だよね、鶴の鞭。うん、いろいろありますね。ポケモン奥が深いですよ。体当たり。え、なんか持ってるの？オレンの実。やった、当たった。木の実系はね、持ってるとポケモンが勝手に使ってくれたりとかするんで、結構ね、バトル中とか役に立ったりするんだよねって。やられちゃいました。やられたんだけど、チョロ猫、チョロ猫で倒すか。じゃあチョロ猫で、猫の手でも面白いけど、ひっかくでいこう。マジで倒れねえのか。倒れてくれ。これでよかった。でレベルも上がりますよね。オッケーオッケー。あ、チョロ猫なんだ。ヨテリじゃなかった。うん、猫の手で水鉄砲とか引きずり出してくると噛みつくとかね、あの辺出してもらえれば強いけど、猫の手はね、確か自分の手持ちのポケモンが覚えてる技からランダムで出せる技なんで、多分鶴の鞭とかでも使ってくると思う。だから相手のあのチェレンの場合だとね、スターちゃん覚えてる。うわ、急所だ。やった、一発。オッケー、ありがとう。うん、道具は大事だね。あ、オレンダミやった、ありがとう。うんうん。じゃあ待って、ここ見てないよね、そういえば。あー、この辺はわかるんで大丈夫です。じゃあ夢の跡地だっけ？ちょっと行ってみようか。あ、待って待って待って、変わってる変わってる。人が。ジムリーダーですけど、君は？そうですか、ジムに挑戦。それで君、最初に選んだポケモンは何ですか？水丸か。なるほど、草タイプが苦手なんですね。対策しておいた方がいいと思いますよ。例えば、夢の跡地でポケモンを鍛えるとか。では失礼しますね。今までのね、シリーズで最初のジムリーダーって、だいたいレベル12から15ぐらいのイメージがあるんですよ。まあ、10から15って言った方がいいか。まあ、中にはレベル9のビジョンとか使ってくる人もいましたからね、過去に。だからね、13、14ぐらいまでは、レベルが欲しいなっていうのがあって、最大レベルのポケモンが。なので、夢の跡地でポケモンを鍛えますか？まずは。うん。ちょっとね、心持たないっていうか。うわ、早速トレーナーだった。びっくりした。いやー、でもトレーナーがいるのはありがたいですよ。エリさん、よろしくお願いします。チョロ猫か。まあ、ちょっと水丸が今強いから鍛えるために対応してるけどさ、乱用してるけど。
で、矢切があって、矢切だよね、だってあれ。じゃあ、ミネズミに変えて、多分トレーナーだもんね。よし、じゃあ、頑張っていきますか。あぶねー。よかったよかった。一旦回復しよう。ん？バオップはぴったりよ。苦手な草タイプのポケモンに有利なタイプのポケモン、炎ってこと？あ、ください。やったー、ゲット。なんとかなるわよ。ありがとう。あー、オスかー。まあ、もらったポケモン仕方ないか、でも。何、焼き尽くすって何、怖いんだけど。そこまで威力なかったわ。なるほどね。木の実も燃やせるってことか。これ面白い技だね。なるほど、なるほど。ディフェンダー、これってどういうことなんだろう。ここまでってことかな。とりあえず行ける場所はでいいんだよね、多分。矢井切りはおそらくジム戦で勝ったら使えるようになるとかそういうことだと思うんで、いよいよジムに挑戦するってわけですね。レベルがすげえ心配なんだけど結構心配だな。じゃあまあ次回ね、うん、ジム戦に挑戦していこうかなと思うんですけど、3、4ジムにね挑もうかなと思うわけですが、できたらちょっと鍛えてからにしようかなと。もうちょいね、うん、まあ、少なくともこの3体はレベル10にしたいかなと思ってるんで、とりあえずそれから挑戦しようかなと思います。というわけで一旦失礼しますね。